ゾゾは、クと牛の雑種である。牛よりも、大きく、力強い。ネパールにおいては、濃厚のために使役される。俗居、俗居とも、メスのゾは、ゾモと呼ばれる。高山地帯に住む人間にとって、家畜は貴重であり、役分け、皮、肉、土が取れるため、重要な産業動物とされる。クは、高山地帯に住み、生育環境が分断され。 その影響で固有種が多く存在する。そのため、肉や、土、薬バターなどの乳製品には差が生じた。また、薬が成獣になるまでも時間がかかる問題もあった。そこで、牛との根血を作ることで、父と肉の品質向上などの改善が行われた。生まれた根血は、漁師により優れた特性を持つ雑種共生の特徴が見られる。薬よりも暖かい気候を好むが、 強い足腰、大きな体育、粗食に耐える、耐久性、父、肉の高い生産力を獲得する。しかし、この特性はその子孫には受け継がれない。クと牛の間の環境が異なるため、自然環境での交配は比較的稀であるが、役と家畜を同時に飼育している場合は接触の機会が多く根血を生じやすい。ネパールにおいて、 薬と牛の雑種は、有薬と、目牛から作られる方が多く、逆は少ない。メスの図は、繁殖可能だが、オスの図は、不妊性である。ゾモは、牛と薬療法のオスと交配が可能である。ゾモと、家畜牛、または家畜薬のオスとを交配させて得られた子も、家畜牛、または家畜薬のオスとの間で繁殖可能である。このことから、家畜薬。 家畜牛の純粋な系統と考えられているものも、それぞれ互いの遺伝子の一部を互いに保持していると推測されている。宗教的な理由で、根結を嫌う地域があるため、それ以外の地域で行われる。英語では、弟子をの他にぞ、銃の綴りが見られ、ヤクとかを組み合わせた、ヤカオという言い方もされている。ありがとうございます。